さあ始まりました。今日はですね、とっておきのところを紹介したいと思います。今ね、なったり東っていうところね、いるんですけども、先ほどはね、そのバス通りをオープニングにしました。でこちらはね、日赤の工場が近くにあるんですよね。であそこの細いところ抜けるとぬったり手足商店街があります。あー、なんか倉庫壊しちゃったみたいですね。日赤赤レンガ倉庫、ここ中入れないんでね、残念ながら詳しいことちょっとわかんないけどもね。あー、やっぱり工事しちゃうんだな。ついでにね、貨物のね、線路があります。ここは新線の支線じゃないかな、確か。すごいですね、こんな目の前 で。ここ残念ながらね、日赤の土地が、確か、ここ土地なのかな、もしかしたら。あんまりね、シューって入ると、まあ、バンって入れちゃうんで、ちょっと引き返したいと思います。先ほどの場所戻ってきましたよ。ちょっとね、テラス商店街のね、裏の方ちょっと行ってみましょうかね。ここは抜け道ですね。お寺が隣にありますけどね。今日は文化の日ってことでね、毎年天気いいですよね、この時期ね。少し寒くなってきましたね。商店街抜けるね、さっきっていうか今いる道なんですけど、こういう神社がありますね。小さい神社がね。怖い犬、久々に見たな。さあ、じゃあ戻っていきましょうか。先ほどの日赤の工場、お寺がで、ここが朝市の裏の通りですね。少し駐車場も用意してあるんですね。あそこにもなんかあれだね、観光用でお参りできるところがある。テラス商店街ですね。雑貨屋さん。ここは洋食屋さん。裏に行ってみよう。あ、ぬったり四つ角の近くに抜ける、この近くにね、食べ物屋さんでうまいとこがあるんですよ。餃子がうまいとことね、あとそこそこいろんな一通り定食があるところとかね、3軒ぐらいあるかな、美味しいところがね。ちょっとまたテラス商店街戻りますね。あ、これいいなぁ、なんか作業スペースに使えるな。今度なんかね、動画たくさん撮るようなことになったら使ってみたいですね。あ、なるほどね。日曜日はなんか休みみたいだな。食べ物の店が多いんだな。
で最後居酒屋さんが大里さんと向かいにあってって感じかね。教会もあってでスナックがあったりね。で私がよく行くとこね、あの集落ってとこ、今日はここでねラーメン食べて終わりにしたいと思います。でちゃんとねラーメンの映像を最後エンディングに使いたいと思います。じゃあ今日はありがとうございました。